左手から行きましょうか。ほな、今回は、ここ手取っといてくれ、これ、手、真ん中。ほんで、まあ M ですね。これが見本なんですけど、まあ幸運になれるラッキー M とかまあ言うんですけど、まあ M、まあ M 字ですよね。これなんですけど、どういう手相かっていうと、実際の、まあ、モデルさんなんですけど、これ左手です。で、左手っていうのは理由ちょっと言ってください。左手は先天性の意味です。持って生まれた才能っていうことです。で、左にもあって、右にもあるんですよね。で、どっちか言ったら右の方がくっきりしてるんですよ。まあ、見えますかね。動画というか画像で見てください。で、これくっきりしてる人は、まず、性格がはっきりしてる意味もありますけど、この手相の意味っていうのが、まあ、右の方が今現在ということです。で、未来も表してるんですね。だから、この方の手相は、まあ、さっきも、まあ、これの説明があるんですけど、自力が強くて自分の目標に向かっていけるタイプですよね。自分の力でやっていけるタイプということなんですけど、これ、ありそうで意外とない手相なんですよね。くっきりしてる。しかも、両方にある。で、右にあるということは、まあ、夢叶うということです。で、もともと先天性のものがあって、力を持ってるんですよね。で、コツコツ重ねることによって右の方が濃くなっていくという、これ努力家の証なんで、これは M の幸せの M の見本ですね。ぜひ自分の手相と見比べてください。右が現在未来です。で、左は先天性、持って生まれた才能です。